ウィリアム・ B ・フランクリン、ウィリアム・ビュエール・フランクリン、1823年2月27日から1903年3月8日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍だった。ポトマック軍の軍団長の位まで上り、東部戦線の初期に、いくつかの著名な戦闘に参戦した。ウィリアム・ B ・フランクリンは、ペンシルベニア州ヨーク市で生まれた。 父のウォルター・エース・フランクリンはアメリカ合衆国会員の事務官だった。祖祖父の一人、サミュエル・ローズはペンシルベニアを代表して第一次大陸会議の大議員となった。後のアメリカ合衆国大統領、当時はアメリカ合衆国上院議員だったジェームズ・ブ・キャナンが1839年にフランクリンを陸軍士官学校入学者として指名した。 フランクリンは1843年に同期の一番の成績で卒業し、地形学工兵隊に加わった後に2年間、ロッキー山脈にその地域の測量のために派遣された。続いて、ワシントン DC で管理事務の任務に就いた。米国戦争の時はフィリップ・カーニーの下で使え、ブエナビスタの戦いでの功績で注意に名誉昇進した。メキシコから戻ると、 ウェストポイント陸軍士官学校で3年間教授を務め、ニューハンプシャー州やメイン州の大西洋岸で、いくつかの東大建設の監督を務めた。1852年にワシントン DC 生まれのアンナイル・クラークと結婚した。夫妻には子供が生まれなかった。1857年3月、東大局の監督官に指名され国中の建設計画を監督した。 1859年11月、モンゴメリーシー・メグズに代わって、アメリカ合衆国議会二次ドームの建設を監督する議士となった。1861年3月、南北戦争勃発の直前に、ワシントンで新しい財務省ビルの監督地区下に指名された。南北戦争が始まると間もなく、フランクリンは第10にアメリカ副評連隊の大佐に指名されたが、 3日後の1861年5月17日には、志願兵の巡将に昇進した。ポトマック軍では、急速に旅団長から軍団長まで昇格し、半島方面作戦、アンティータムの戦い及びフレデリックスバーグの戦いに参戦した。1862年7月4日には少将に昇進した。アンティータムでは、その第六軍団が予備隊となり、エドウィン・サムナー少将に、 南軍の弱っている、中央陣地につけ込ませてくれと説得したが無駄だった。フレデリックスバーグでは、左翼大師団、ジョン・カイ・レイノルズ少将とウィリアム・ファーラー・スミス少将の二個軍団を合わせたものを指揮したが、南軍ストーンウォール・ジャクソン中将の指揮する右翼に対する襲撃が失敗した。ポットマック軍指揮官、アンブローズ・バーンサイド少将は、その失敗で、 フランクリンを個人的に非難したが、フランクリンはバーアンサイドの命令を正確に実行したように思われる。フレデリックスバーグと悪名高い泥の行進の後で北軍を政治的な企みが横行し、フランクリンはバーアンサイドの指導力に対して陰謀の主要先導者とされた。バーアンサイドはその仕返しに、フランクリンに対してかなりの政治的難しさを与え、 強力なアメリカ合衆国議会合同戦争遂行委員会で傷つける証言を行い何ヶ月も戦場任務から離れさせる結果になった。1863年のゲティスバーグ方面作戦の間、フランクリンはペンシルベニア州ヨークの家に帰っており、その地域の防衛と予測される敵の攻撃に関し、作戦を立てることでグランビルハラー少将を助けた。フランクリンは メキシコ湾方面軍の軍団長に転任となり、1864年の不運だったレッド川方面作戦に第19軍団を率いて参戦した。ルイジアナ州のマンスフィールドの戦いでは足を負傷した。その負傷で戦場から退いてくる途中の1864年7月、ワシントン DC 近くの列車の中で南軍のゲリラ、ハリー・ギルモア少佐に捕まったが、 翌日逃げ出した。フランクリンの軍歴の残りは傷による障害で制限され、一連の政治的また指揮の不運で損なわれた。ウェストポイントでの同級で友人数後の大統領となったユリシーズ・グラントの支援があたとしてももはや上級指揮官を務めることはできなかった。南北戦争が終わると、フランクリンはコネチカット州ハートフォード市に転居し、 1888年まで、コルト武器製造会社の総支配人になり、またいくつかの製造業の取締役になった。コネチカット州会議自動建設を監督し、様々な部局に勤めてその土木技術の経験が、ハートフォードの公共水道を拡張するのに生かされることになった。1872年、民主党のペンシルベニア州とニュージャージー州の派閥から、 アメリカ合衆国大統領候補の投資名について、ホレスグリーリーに対抗して出馬する要要請があったが、党の統一の必要性を言って辞退した。ハートフォード地域の保険会社の副社長となり、1876年、民主党大会では大議員となった。1888年6月、コルトから退任した後に、1889年、 パリ万国博覧会のアメリカ総主配人に指名されたウィリアム・フランクリンはハートフォードで死に生まれ故郷ペンシルベニア州ヨーク市のプロスペクトヒル墓地に埋葬されている。ヨーク軍遺産信託が南北戦争時のフランクリンの多くの文書や個人私物を保管している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。